やったー、嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございます。これはねすごい嬉しいですよ。これはねやっぱ田舎のね秋田というね小さい町にいるわけですけど、ついにこれ世代交代のチャンス到来でございます。ありがとう。ちょっとお茶飲む。いやーありがたい、嬉しいね。いやこれはねもう皆さんもお茶うまおかげですよ。これはね思わずはばけてしまいましたけどもね、えずくってことですね、秋田弁でね。いや見ましたか皆さんね、これは、まあ、このチャンネルのほとんど秋田県の人見てないので、あのいろいろ喋らせてもらうんですけども、なんとですねこの間演劇、まあ、コントシアターですね、まあ、本当にその演劇の舞台のよく分かってないんですけど、その中通りヒルズというですね、まあ、合同コントみたいなのが開かれまして、こちらですねもう超満員だったと。これすごいことですよ。これあのネジの佐々木さんって人がですね、まあ、主催としてね、あとの後藤萌さんっていうね、あのお二人がこうなんていうんですか、メインになってオーディションからやって半年がかりでね、演者も探して、でみんなでも10人くらいですかね集まって、で一緒に今度ねあのオムニバスコントをね、10本ほどですかこう披露するというのがありまして、何がすごいかっていうと、今までそのはっきり言えば秋田県においてあのお金を取れる演者ってのほとんどいないわけですよ。なんですけど、いわゆるその3、4000円とか取ってね、そのお笑いを演劇を見たいっていう人たちがこの大勢集まるっていうね、そういうのになるわけで、しかもその一人単独じゃなくて本当に全く無名の人たち、全く無名のって言うと失礼ですけども、いわゆるそのテレビに出てないような演者さんとか役者さんとかも集まって合同で行ったものにたくさんのお客さん集まってるって、これがすごいことなんですよね。今まではそのテレビに出てる人たちっていうのは全くその正直言ってしまえばそのファンがいるのかいないのかもわからないし、数字があるのかないのかもわからない人たちっていうのもいっぱいいたわけです。実際僕がテレビ局とかあのテレビ局じゃないとこでテレビに関わる仕事とかをした時にも、あの態度がでかくて絶対使いたくないけど昔のよしみで使ってるジジイとかもいるわけですよ。冗談ですよ、冗談ですけども、ね、そういう人もいるかもしれないじゃない、かもしれないんですけども、そうじゃなく実力でねあの集まって、その情熱でお客さんを集めてね、あの達成してるっていうことがまあすごいわけなんだけど、あのじゃあそれがね人が集まりましたすごいよっていうことで終わってはいけないわけですよ。いいですかメディア関係者の皆さん、これねあの秋田のメディア関係者見てないと思うんで県外の方に言ってますけども、あの秋田の芸能界今変わろうとしています。ついにですね田舎のローカルタレントっても新しいのが出てこないシステムになってるんですよ。東京の方とかねご覧いただいてると思うんですけども、もうあのビッグスリーみたいにいわゆるあるでしょ、お笑いとかでも。そうじゃないその田舎のビッグな人たちはもうね揺るがないわけ。もうそろそろその後進の育成とかね、あの批評とかコメンテーターとか評価したりね、あの若手をプロデュースするって段階に入らないといけないんですけど、どの町にも少なくとも東北地方ではそうなってないんですよね。まあまあ理由はいろいろあると思うんです。まあスポンサーと演者が紐づいてるとかあるのかもしれないけども、まあでバックにいろいろ大きい人がね小さい世界に絡んでるからなんだけども、そういう若い人たちが集まって新しい時代を作ろうとしてるっていうムーブメントが生まれているわけですよ。これがねもうついに秋田も変わらないといけないっていうことなんですよね。まあ私はね、まあ私はあの出てないんですけども、私はあのちょっとね出てないっていう、ほらなんかあのほらあれじゃんほらあのあれじゃん、なんか演劇とかさ、ほらのその演技のやつ、そのほらあの演者の人たちとか、ほらその仕事でほら俺がカメラ側とかでほら絡む人とかも何人かいたり、その仕事もらったりあの与えたりしてる関係とかに気まずい、気まずいし、そのほらあのあれじゃんほらあのほらそのほらコミュニティ能力の問題があるからさ、なんかほら半年間くらいその一緒に練習するとかのそのね、ちょっとしんどいなっていう。しんどいっていうのがねちょっとありまして、ちょっと私はねあの
参加してなかった。まあ単純にスケジュールがちょっと無理だったんでエントリーしてなかったんですけども、いやそれなんかスケジュールが無理でエントリーしてないからって言ってエントリーしてたらまあ受かってるのかって思いの皆さんね、ご覧いただきありがとうございます。いや本当にね、そういう方がご覧いただいてると思うんでね、そこ分かった上でいじってもらってると思うんでね、秋田の人はね、あのお笑い能力が低いからね、私のこといじれないんですよね。ありがとうございます。本当に県外の皆さんね、あの私の仕事の9割県外でやってますから、ありがとうございますね。ということで秋田のね、あの芸能界も変わろうとしてますので、あの本当にね、あのおじさん構文とか使ってね、自分が面白いと思ってるね、あのおじさんタレントの方とか、なんかね本当に数人のあのオタクみたいな人に囲まれてね、自分は人気者なんだって勘違いしてる女性の方とかね、そういう方はね、そろこうね、次のライフステージの準備とか、なんか未来は任せたぞということじゃなくてですね、いやお前にもかかってないからっていうね、もう未来はもうあの次の人たちに移りゆいてるんでね、もうそろそろまあ自分の立ち位置を自覚していただいて、私みたいにね、もう自分はもう メディアには出れないんだと自覚した上でね、ネットでいろいろ仕事したりね、県外で仕事したりしてる人もいるわけですから、立場を自覚していただいて、秋田のメディア関係者もですね変わっていただくことをね祈るばかりですね。はい、ということで、私からの報告は以上でございます。すごいことになってますよ秋田は、ということでした。だ秋田はね変わりますね、これついに。そして、私はですね、この亡くなった後にですね、こんなこと言ってるやついたなって、50年後真実になってたなっていう風になってたら幸いでございますけど、どうもゴッホでございます。ひまわりくらいね、書きたいんですけどっていうね。はい、ということで、単純に悔しいです。